世界で一冊の絵本を作ろう。作、池平哲平。え、米子市立図書館に集まった88人の人々。主催、鳥取県米子市男女共同参画推進課。この絵本は米子市立図書館に集まった88人にうさぎをテーマに自由に絵を描いてもらい、88名全員の絵を一つの物語でつなげた作品です。ある日、家に帰るとうさぎくんがいた。まるで置物のように部屋の花瓶の横に座っていた。なぜうさぎがいるのだろう。どこかから逃げてきたのだろうか。人参を見せてみた。うさぎはただじっと人参を見ていた。今度はうさぎのぬいぐるみを見せてみた。それでもやっぱりうさぎはただじっとそれを見ていた。旅が始まる。突然うさぎが言った。話せるの？僕は驚いた。私はうさぎではない。うさぎくんが言った。うさぎにしか見えないよ。僕は言った。君には私がうさぎに見えるんだね。これではどうかな。うさぎくんが白くなった。白いけどやっぱりうさぎです。かわいいです。僕は言った。うさぎくんは照れてピンクのうさぎみたいなものになった。どうやら本当にただのうさぎではなさそうだ。まあいい、見た目は問題ではない。うさぎくんは言った。姿を変えられるということですか？僕は聞いた。私が変わったわけではない。君の見え方が変わっただけだ。うさぎくんは言った。見え方が変わる？僕は聞き返した。すべてのものの見え方は常に変化している。うさぎくんは言った。ほら、うさぎくんが増えている。ほら、さらに大勢になってる。ほらね、わ、今度は完全にうさぎではないです。わかってもらえたかな？すべてのものは常に変化してるんだ。僕も変化しているの？僕は聞いた。その通り。だから、私はここへ来た。うさぎくんは言った。旅が始まる。うさぎくんは思い出したように言った。ついてきなさい。うさぎくんは走り出した。僕はついて行かないことにした。知らない人について行ってはいけないのだ。次の日、バス停でうさぎくんが待っていた。なんでついてきてくれなかったんだ。うさぎくんは寂しそうに言った。旅が始まる。うさぎくんはまた同じことを言った。ついてきなさい。うさぎくんはまた返事も待たずに走り出した。僕はまたついていかないことにした。ある日、家に帰るとうさぎくんは犬のレオンと遊んでいた。ついてきません。今度は言われる前に言ってみた。まあいい、ついてくる気になるまでしばらく待つよ。うさぎくんは言った。あるよ、僕が寝ていると、うさぎくんが窓の外から覗いていた。なぜ来ない？時間がない。うさぎくんは言った。行く理由もわからないのに、行くわけがないでしょ？僕は言った。旅が始まると何度も言ってるだろう。人間には寿命がある。時間がない。うさぎくんは言った。僕はそれについてしばらく考えてみた。そうかもしれない。僕は言った。それからもうさぎくんは何日も庭にいて、わけのわからないことを言った。これでは絵本にならない。これではアートにならない。とうさぎくんは言った。
なぜ君は旅に出ようとは思わないんだ。ウサギくんが僕に聞いた。行き先がわからないからです。僕はなんとなくそう言ってみた。なんだそういうことか。落ち着いて自分の道を照らしてごらん。ウサギくんは言った。何を言っているのかよくわかりません。僕の行き先を教えに来たのですか？僕は聞いた。それは君次第さ、ウサギくんは言った。よくわからない答えだったけど、僕はなんだかウサギくんについて言ってもいいような気がしてきた。次の日の朝、僕は庭で寝ていたウサギくんの背中にそっと手を乗せた。旅を始めよう。今度は僕から言った。旅を始めよう。ウサギくんも嬉しそうに言った。気がつくと僕の体もウサギになっていた。気にすることはない。心に軸を持っていれば形なんて自由に変えられるんだ。ウサギくんは言った。急ごう。ウサギくんが走り出した。今度は僕もついて行った。しっかりと今を見ることも忘れないでね。カメイくんが言った。ここだ、ウサギくんは言った。壁に小さな穴が開いていた。ウサギくんはその中へ入っていった。中は真っ暗。暗いのは怖い。暗闇から何か襲ってきそうな気持ちになる。それは君の考え方次第さ、ウサギくんは言った。闇を怖がると闇に心を食べられてしまう。ウサギくんが言う。次第に目が慣れて周囲が見えてきた。目の前に大きな何かがそびえ立っているロケットだ。まさか宇宙へ行くの？そう、僕たちはこれから宇宙へ行く。そんな心の準備はできてないよ。宇宙飛行士になるには大変なトレーニングが必要だとテレビで言ってたよ。心の準備なんて1秒あればできるさ。トレーニングも必要ない。何かになりたいときは目指してはいけない。今すぐそれになりきるんだ。さあ、早く乗るんだ。ロケットが段ボール箱になっている。それじゃ飛べないよ、ウサギくん。見え方は変わると何度も言ってるだろう。君が自信を持たないからロケットが段ボール箱に見えるんだ。出発。飛んだ、すごい。本当に宇宙に来た。月がこんなに近い。目的地まであと少し。着いた。ようこそ月の世界へ。そこにはたくさんのウサギがいた。何度も言うけど、ウサギに見えるだけだよ。見え方は人によって違う。ようこそ、2匹の白熊が言った。ほらね、いろいろなものに見え方は変化する、ウサギくんは言った。そうでした、僕は言った。さあ、ここからが本番だ、ウサギくんは言った。実は人はみんな絵本の中にいる。ここではその絵本を描いているんだ。ここで描かれたページページが人の未来になっていくんだよ。よくわからなかったけれど、僕はうなずいた。これから神様に会いに行く、ウサギくんは言う。そこで自分の未来は自分で描きたいと言うんだ。そうしないと君の未来は誰かに描かれてしまう。君は自分の力で一日一日を描くべきだ。
よくわからないけど、僕は僕の力で一日一日を描くべきだと思う、と僕も言った。さあ、神様のところへ行っておいで。ウサギくんが僕の背中を押した。なんだこの神様は、すごい迫力だ。怖すぎる。逃げたい。と僕は思った。いや、見え方は気持ち次第だ。ウサギくんの言葉を思い出した。なんだ、落ち着けばただの猫じゃないか。君は自分の未来を自分で描きたいのかね、神様は言った。はい、僕の未来は僕が描きます。おめでとう、おめでとう、おめでとう、うさぎくんも神様も月のみんなが大喜び。未来を自分で描けない人が増えて困っていたんだ。毎日大忙しで倒れそうだよ。だから自分の未来を自分で描く力のある人をここへ案内しているんだ、うさぎくんは言った。そうなの？みんな自分の未来は自分で描いているのかと思っていたよ、僕は言った。それがそうでもないんだ。決めてもらうと楽な時もあるからね。でもそれはとても危険なことなんだ。君もこれから描いてみるとわかるよ。さあ描こう。僕は筆を握った。僕は最初の1ページを描き始めた。それはまるで旅のようだった。旅が始まる、うさぎくんが心の中で言った。僕は何を描きたいのだろう。落ち着いて自分の道を照らしてごらん、パンダくんが言った。いつかうさぎくんも言った言葉だ。今ならその言葉の意味が少しわかる。僕は未来を照らした。未来が明るく輝いている。小さな微生物の一つ一つまでみんな生きている。僕たちはみんな違ってみんな生きている。生きている、生きているんだ。できたようだね、神様が言った。わかりません。でも大切な何かが僕の心の中を温めています、僕は言った。それでいい。さあ帰ろう。うさぎくんと神様が僕を地球へ送ってくれた。久しぶりの地球。今の僕には自分の道がはっきり見える。庭に着くとうさぎくんが言った。実は私はずっと君の絵本を担当していたんだ。他の誰かに描かれてしまわないようにね。でももう大丈夫。今日から君の絵本は君が描く。私の仕事は終わった。おめでとう。ここでお別れだ。うさぎくんはどうなるの？うさぎくんは答えなかった。目を閉じるとすべては夢の中での出来事だったように思えた。朝起きるとうさぎくんが庭にいた。今度こそ本当にお別れだ。いろいろとありがとう、うさぎくんは言った。行かないで。僕もうさぎの姿になって駆け寄った。いいかい、よく覚えといて。君の人生は一冊の絵本と同じなんだ。君の絵本は君が描くんだ、うさぎくんは言った。君がどんな絵本を描くのか楽しみにしているよ。さようなら。世界で一冊の絵本を作ろう。おしまい。